はい、画像取り込みを使った、翻訳ツールピコットの解説動画第2弾となります。今回はですね、うまく取り込めない時の設定方法を軽く説明していこうかなと思います。ですね、ピコットはその OCR、画面を取り込んで OCR で読み込んでいる都合上、文字の後ろが、なんか綺麗な単色じゃないと、なかなか読み込みが難しくなってきて、例えばですね、これ、ウォークラフトのクエストジャーナル画面なんですけど、左側にこう、うっすらグラデーションかかってるんですよ。そうすると、ここどうなるかっていうと、ここをですね、このようにして取り込むと、グラデーションの暗い部分と文字が混同しちゃって全部読めなくなっちゃうんです。わかりますかね？テイクジャネダがエイクジャネダに、デソルメまあ、それがイースロメ、アプレンティスバーニスのところがアプレンティスミス、V が抜けてますね。レンジャーベドランがレンジャーエドラン、これも V が抜けちゃってる。で、最後のリワードもリワード R が抜けちゃってる。まあ、とにかくこの一番端の一文字が全部綺麗に読めなくなっちゃってるんです。で、これを読めるようにするためには、OCR の方の設定をいじればいいんですけども、ピコットで OCR の設定をするのは、設定のここ。OCR 読み取り設定になります。で、ですね、これデフォルト、こんな感じなんですけど、これグレースケなんですね。で、グレースケで読むと、ちょっと試しにやってみると、これですね。ここを、こんな感じで読んでるんで、こういう、これを認識してるっていう画面なんですけど、ピコットが。これで読んでも、ここが暗くて T が読めない。なので、設定でここを読めるように変えていきます。で、まあ、なんでもいいので何か新しく設定を作りますね。まず設定で、例えば、クエストジャーナルっていうのを作って追加します。はい。ですね。フリー選択肢クエストジャーナル。で、サンプルとなる画像をここで取り込みます。はい。で、この時にあんまりでかい範囲指定にしちゃうと入りきらなくてこう切れちゃうんですね。ここ、本当は T が見たいんだけど切れちゃってるんで、まあ大きくなりすぎないように、まあこんぐらい。問題になるとか残るようにちょっとちっちゃめに画像を取得します。で、これをサンプルにして、設定していきますね。まず保管方法。まあ、これどっちでもいいんで、まあ、一応高品質って書いてあるんで、高品質使いますね。で、カラー設定とか明度をちょっとずつ上げて、これ設定こういうふうにいじって、上につけると、こういうふうに、その、補正をかけたらどういうふうに見えてるのかっていうのがこう、表示されます。これを使って、こう、数値をちょっとずついじっていく。で、この場合、ここと、ここの、まあ、ここの暗さをちょっと明るくしちゃえばいいんですよね。暗い部分を明るくして、黒を際立たせればいいので、まず、明度をちょっと上げます。20ぐらい。ちょっと明るくなりましたね。で、さらに、これを、白と黒に変えちゃうと、日化しちゃうと、もう確実に読めるんで、こう、グレースケールじゃなくて、日化にします。まあ、日化はどこの、その100、どのあたりで白と黒を分けるかっていうのがその最適位置なんですけど、まあ、自分で設定してもいいんですけど、情報が分かんなくなります。この最適と押して、プチってやると、こんな感じ。ちょっと薄いですかね。なんで、もうちょっと上げましょうか、適位置を。はい。背景に消えちゃった。110ぐらい追加。ちょっと濃くなりましたね、文字が。で、この状態でどう読むかっていうのを今度この OCR テストします。はい。テイクも読めてるし、D も読めてるし、V も読めてる。綺麗に読めてるんで、じゃあこれで保存します。保存。はい。ですね。で、さっきの設定をフリー翻訳特に利用できるように、ここでフリー選択時のデフォルト動作設定を
クエストジャーナルに変えます。で、保存します。一応確認すると、ここですね。大丈夫ですね。はい。で、この状態で、ここを読み、フリー選択で読み込むと、はい。はい。今、ちょっと t が重なっちゃってますけど。はい。a も v も。ですね。ここの v がちょっと怪しいですね。はい。合ってんのか。エニスアンドレンジャーベドラン。大丈夫ですね。リワードも読めてます。ちょっと、白くした都合で、ゴミが入っちゃってる場合もあるんで、その辺はあれなんですけど。ね。さっきよりは全部一文字抜けてるよりは、ちょっとゴミが入ってるのが良くなってるはずなんで、こんな感じで調整することによって、読み取り精度を上げることができます。以上です。うまく読み込めないときは、ここの、これをいろいろ試してみるといいんじゃないかなと思います。コツとしてはこの画像取得で、ダメなところ、問題があるところをこうピンポイントで取って、これから消すとこう、元に戻るんで、いろいろとこうパラメータいじって、こうですね。こんな感じ。試しながらテストってやって読み込んでいくといいんじゃないかなと思います。はい。よし。はい。こんな感じでございます。どうも。ご視聴ありがとうございました。